華道稼道は植物のみや植物を主にその他様々な材料を組み合わせて構成し鑑賞する芸術である。華道とも表記し、また、生け花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 とも呼ばれる。ただし華道という呼称は、生け花よりも、旧道的意味合いが強調されている。華道には様々な流派があり、様式、技法は各流派によって異なる。 道は日本発祥の芸術ではあるが、現代では国際的に広がってきている。欧米のは三次元のどこから見ても統一したフォルムが感じられるようにいけるとされる。道の場合、干渉する見る方向を正面と定めている流派も多くあるが、三次元の空間を二次元で最大限に表す流派もある。また道は色鮮やかな花だけでなく、枝ぶりや木の幹の形状。 はやコケトなどすべてを家財とし干渉する点でも、海外のアレンジの概念とは一線を画している。稼働の起源は、古代からのアニミズムの流れとして、植物を立てて神を招くという行為が考えられる。より白。また、採取した植物を住居などである空間にて、再構成する行為に基づくという研究もある。植物は、動物と異なり、切り落としても適切な処置すれば、 ある程度生命を維持することができる。こうした植物の特性に神秘を見たとも考えられる。それは、常緑受信法にも通じ、人間の手の及ばない神秘の力を、下記の上で包括的に管理してしまおうとする試みであるとも考えられる。過道の発祥は、仏教伝来に最取花を剣じる教科に由来するという説が有力である。また、 一輪差しなどに挿した花をめでる習慣は古くは平安時代あたりまで遡り、例えば枕の宗師などの文献資料から辿ることができる。当初は既存の器を利用していたが、後に専用の花器が制作されるようになった。花道の確立は室町時代中期京都六角堂の僧侶によるものとされる。僧侶は代々池のほとりに居住していたことから、 池坊と呼ばれていた。そうした呼び名の後に、流派の名前となる。家元、宗家らによって、江戸時代中期にかけて立花、立花、立花、立花ともかくと呼ばれる方が体制されていった。その後江戸中期から後期になると、華道はそれまでの上流階級、武家階級のものから広く庶民の立ち並みへと変化し、聖歌、使用歌、聖歌を中心に広く愛さるようになった。 今日の稼働といえば、江戸時代後期文化、文政の時代に流行した池花、池花のことを指すことが多い。特に、江戸後期に大流行した曲池と呼ばれた、演習流系では、技巧の達人、名手が多く登場し、衣装を凝らした銅の花器や厳選された木材と、職人技の塗り課題などとともに、好き者がこぞって花を生け、今もその衣装、デザインは引き継がれていることも多い。 また関西では、未昇流系、東日本では、古流系などの流派から多くの流派に分かれていくきっかけとなる。江戸末期から明治初期の頃、世界的なジャポニスムにより、華道、池花が、ジョッサイアコンドルらによって、欧州に紹介され、ヨーロッパのフラワーデザインにラインアレンジメントの手法として、響きを与えた。国内ではやがて花姿は、時代の流れに即し、 投げ入れ花、森花など様々な型が編み出された。また、石花材として植物以外のあらゆる材料も花材として盛んに取り入れられている。花の色や質感、季節を考慮して組み合わせることを花材の取り合わせという流派によって細やかに定めを規定しているが、基本的には主材、廃材に区分し、主材には夏ハゼなど着物、 廃材には菊や波乱など花物に加えて葉物を当てる。しかし、生け花では季節感が重要で、夏ハゼは,ぜは春から秋の三季に使うため季節を特定するの難しい。また、菊や波乱も現在では四季に出回る。そのため、この組み合わせでは春の作品なのか秋なのか季節を感じさせない懸念が残る。ところが、夏ハゼに 新芽のういういしい姿があれば春らしさが強調されるであろう。また、葉が紅葉していればおのずと秋らしく感じる。また、菊も春菊、夏菊、秋菊、寒菊というように四期間のある種類を使えば問題なく季節を思い起こさせる。このように季節を意識した視野で素材を捉えると同じ花材でも訴える力は随分変わる。ただ、生け花では 季節重視だけではなく、造形重視や色彩本位の構成があり、素材の組み合わせは、作品の狙いやモチーフで異なる。このことから、自然調、和風思考と造形、現代花、洋風思考とにダイブされ、構成の仕方で取り合わせを考える。一方、流派の定める、古典芸、伝統芸は完成された伝承いけ花である。従って、素材の組み合わせだけでなく、 生け方、考え方には厳しく、定めがあり、自由な解釈による創作は一般にはされない。色彩を多く取り上げる今日の生け花では花や葉の種類も多く、4種から6種使うことが一般となっている。葉物の2種を組み合わせることもある。水揚げ法は、火災の日持ちを図る上で重要かつ不可欠な生け花心得の一つである。科学的根拠というより、 先人の経験からの知識によって伝承されることが主である。蒸散作用の抑制から風に当てないことも重要である。池花に使う書道具、用具類、五十音順、五十音順。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。